ヤでーす。ってことで、魔法石15個をゲットできます。4月のクエストダンジョンレベル15のメネム編成紹介していこうと思います。メネムですね、やっぱ強いですね。陣打ってパズル組んでるだけで勝てちゃうんで、めっちゃ楽でございます。そして、いつも言ってるんですけどね、私、チャンネル登録者全員月クエレベル15まで勝たせるつもりで動画投稿しております。もしね、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。メネムはね、特にね、編成難易度も下げやすくていいですね。メネム自体も交換可能だし、サブもね、比較的手に入りやすいキャラクターで構成されるので、はい、紹介もしやすいですね。そして今回も代表解説までしっかりやっております。はい、ということで早速ですね、編成紹介の方やっていこうと思います。はい、ということでいつも通りこんな感じで準備いたしました。ゼロから編成組みながら編成解説と代表解説の方やっていこうと思います。リーダーはメレムでございますね。こちらでございます。はい。で、今回なんかね、超暗闇目覚めが来ますから、このね、4色陣なんですけど、丸いと四角いのとドクドロップですから、見やすいです。はい。さあ、てことで3体入れていきましょう。もちろんフレンド側もメレムです。はい。そして、はい、サブにもメレムを入れていきますと。はい。で、全部遅延6ついてますね。はい。で、HP プラスをつけてるよって感じでございます。はい。さあ、では続いてでございます。まあ、ここまでテンプレですね。で、次までテンプレかもしれません。ダブル吸収枠でございます。ダブル吸収枠もね、もうメレム編成といえばって感じですが、こちらでございますね。はい。イルミです。こちらでございます。はい。イルミ入れていきましょう。もうね、言わずと知れた黒メタル交換のメレムのスーパーサブですね。4ターンのスキルでダブル吸収と。で、上限解放ではね、持ってて。はい、持ってるというか、つけてね。はい、樹脂5個持ち無効貫通です。火力も高いですね。はい、こちら、イルミ、ダブル吸収枠で採用ですと。はい、まあ、ダブル吸収ね、他にもいっぱい代用はあります。まあ、でも、イルミがね、交換キャラクターですから、持ってる人は多いかなと思います。はい、続いてです。続いて、消せない覚醒無効回復枠でございます。まあ、これもテンプレートですかね。はい、まあ、2択ですかね。大体みんなが思いつくのはね。はい、今回はこちらでございます。紙結びでございますね。はい。遅延4つ回復プラプラの紙結びです。もう回復枠ですね。遅延は一応いると。超覚醒は回復泥鏡にしてあります。はい。5ターンの消せない場合の覚醒無効回復枠。もうよく使ってるね、メレム編成の消せない覚醒無効回復枠かなと思います。はい。で、次ですね。次がですね、あんまメレムの編成では見ないキャラクターです。ただ結構みんな持ってるはずです。はい。誰かと言いますと、こちらでございます。はい。サツキでございますね。誰やねんって思ってる方いらっしゃると思います。こんなキャラクターでございます。はい。で、見てほしいのが、私もね、結構持ってるんですよ。5体持ってるんで、みんなも持ってるんじゃないかなと思います。ボックス探してみてください。代用も聞きますからね。代用する場合、代用解説見てください。はい。こちら、浮遊樹脂に、7C2 つ、ウェイ6個ですね。で、消せない回復洗剤をつけております。はい。今回ね、ボスが闇消せないしてくるんで、闇消せない対策でね、はい、これ、ウェイつけております。で、7ターンのスキルで、覚醒無効全回復1ターン閉鎖のスキルですね。はい。まあ、基本的には表のスキル使わず、裏のスキルを貯めて使うという感じでございます。はい。で、まあ、消せない回復洗剤つけてるってことは分かりますけど、はい。これね、属性追加で既属性追加する必要がありますよ。ということで、続いてですね、はい。アシストの方を紹介していこうと思います。はい。アシストはね、自由度高めでございます。はい。で、さっき言った通り、サツキとかはね、既属性追加しないと能力発揮しないんで、まあ、そこはね、重要ですけど、他はね、もう本当にそんなに大した武器つけておりません。はい。ということで、まずメリウムの武器から紹介していこうと思います。はい。まあ、結構ね、これつけがちなんですけど、こちらでございます。ブリトラですね。今回つけております。はい。ブリトラ武器優秀なんですよね。スキブ2個、チーム HP2 つ、指ということで。はい。まあ、列関係ないんで、スキブと HP 盛りと指盛り。まあ、指はいらないですけどね。はい。つけております。メレム。はい。もう1個ですね。はい。ブリトラ武器をつけております。ブリトラ武器、ブリトラ武器と。はいと。よし。さあ、って感じです。さあ、で、最後のね、メレムなんですけど、ここはですね、はい。まあ、あればでいいんですけど、はい。サイクロプス武器ですね。はい。こちら、つけております。あればでいいですね。はい。スキブ、チーム回復に暗闇完全耐性でございます。ね。見ての通り、代用はたくさんありそうな武器ですね。内容解説は最後にしてますと。はい。いうことで、続いてです。続いてなんですけど、紙結びですね。紙結び、何武器つけてるかというと、もうね、よく使う武器ですね。こちらでございます。アレキサンダー武器でございます。今回は、遅延も使ってますね。アレキサンダーね。スキブ2個、チーム HP に泥鏡です。はい。
さあ、で続いてイルミにつける武器なんですけど、これまたねよく使う武器でございます。はい、何かと言いますとこちらでございますね。ハコハコオーディンでございます。はい、これみんな持ってる緑オーディンの武器ですね。ハコハコオーディンです。はい、ハコハコは8585だからですね。8585です。はい、さあということで一気にバーッとアシストつけました。ラスト1箇所でございますね。さっき言ったサツキです。サツキね、さっき言った通り貴族性追加しないとこの決断回復意味ないですから。はい、で貴族性追加なんですけど、今回使ってるの誰かと言いますとこちらでございます。はい、カメオですねの武器使っております。こちらでございます。貴族性追加、ドロキョウ4つ 7C L 字チーム HP と、はい、スキルがこちらですね、3ターンヘイストとなっております。はい、まあ、そんなにねあの深い役割持ってるわけじゃないんで、貴族性追加で OK でございますよという感じです。はい、ということでこれで編成の方完成いたしました。バーッと喋りましたけど、まあ、本体もかなり組みやすいし武器もかなり組みやすいんじゃないかなと思います。はい、それでは実際にですね、今度はこのちらの編成使ったプレイ動画の方を見てもらおうと思います。内容たくさんあります。見てください、どうぞ。さあということでやっていこうと思います。魔法石15個もらえます。4月のクエストダンジョンレベル15のメデウム編成でございます。はい、ということでまず1回そうなんですけど、メデウム1体変身してあげてください。で1コンボ、これをね3回繰り返していきましょう。はい、攻撃を受けたらまたメデウム打って1コンボしていきます。メデウム打って、はい、1コンボですね。さあで攻撃受けたらまたメデウム打って1コンボしていきましょう。はい、とさあ攻撃を受けて、はい、メデウムを打ちましょう。はい、で1コンボしていきます。はい、とさあいいですね。で終わりましたら続いてアレキサンダーとオーディン打ってあげてください。で1コンボしていきます。はい、とはい、アレキサンダー打って遅延かけてオーディン打って、はい、このハリスペースとかけますとで1コンボします。はい、そしたらですねメディアム溜まりますので、メディアム3体変身しましょう。はい、メディアム変身して、でメディアム変身します。はい、でさらにメディアムも変身しましょう。はい、とさあで1コンボします。これでねもうメディアムループできますので、ここからメディアムループして殴っていきましょう。さあ行きます。はい、とさあ毒分で四つ消し、はい、四つ消しと、さあいいですね。これで突破していきましょう。はい、とはい、 OK でございます。突破して続いては2階層ですね。2階層ここは普通にワンパンしていきましょう。で2階層からですね乱入出ます。乱入出た場合も同じくです。ただ2パンすればいいだけですね。超根性持ってますからギャウギャウされて2パンになります。はい、さあってことで、はい、2階層もただシンプルに四つ消ししてワンパンしていきましょう。はい、コンボ効いてあります。さあ突破していきましょう。はい、メディアムやっぱね雑に強いですね。はい、続いては3階層でございます。3階層なんですけど、ここでですねシルク打ちましょう。究極サツキですね。はい、右から3番目のキャラクターの裏についてますシルクを打ってあげて、であと1で突破しましょう。はい、シルク打ちます。さあ遅延かけて、で、はい、ここでねもうルーレット消しちゃいましょう。めんどくさいんでね。はい、さあめんどくさいことしないと。はい、さああと1になりました。メレムを打って殴っていきましょう。はい、メレムと、さあで回復を告げし、キーを告げしと、はい、 OK でございます。これで突破していきましょう。はい、いいですね。さあ、はい、快適でございます。このまま突破していきます。はい、と、さあ続いてです。続いては4階層ですね。4階層なんですけど、ここはですね貴族性を消さずに超根性まで持っていきましょう。そんな難しいことではございません。はい、と、さあ上でも打ちます。でリラファでコンボ加算がですね6コンボ加算ありますので、そんな難しくないですね。毒組んで回復組んで、で木は消さないです。はい、こんな感じですね。はい、はいはい、いいですね。はい、 OK です。さあ火消さずに最大で場面組んでおります。全然簡単にね10コンボいきますね。はい、さあこれで超根性まで削っていきますと。はい、そしたらね次はもうダブル吸収打って OK です。イルミ打ってあげてダブル吸収からの命令ですね。はい、では超根性まで、超根性ないですね、突破までいきましょう。はい、毒を三消しで敷いて回復と闇と火を要するしと、はい、 OK ですね。さあではこれで殴って突破していきましょう。はい、と、はい、 OK でございます。これで突破していきましょう。さあ続いては5階層でございます。5階層ですね、ここは10連紙結び打ってください。で消せない回復していきましょう。はい、まあ水消せない関係ないですけどね。はい、10連紙結びは打ちましょう。でメレム打って殴っていきます。はい、と、さあ毒敷いて火四つ消し、回復四つ消し、闇四つ消しと、はい、 OK ですね。さあこれで殴っていきましょう。
いいぞ。よし。いいですね。これで殴って突破していきますと。はい。さあ、続いては6階層でございます。6階層ですね。ここはルーレットを注意してあげてください。で、通パンしていきましょう。はいと。さあ、いきます。攻撃受けて。で、メレンを撃ちます。はいと。さあ、殴っていきましょう。はい。さあ、四つで仕組んで。さあ、四つで仕組みますと。はい。いいですね。さあ、これで殴っていきましょう。まずは超根性まで削っていきます。はいと。さあ、はい、超根性まで削りました。んで、攻撃を受けます。まだまだ。はい、50% 当たって。はいと。さあ、無効貫通ですけど、まあ、無効貫通力ですからね、ベルはね。はい、メレブってスーパーしていきましょう。はい、いきます。さあ、はい、キー組んで、毒組んで。はい、いいですね。はいと。さあ、はい、四つ石組んで殴っていきましょう。はいと。さあ、では、突破していきます。はいと。はい、続いては7階層ですね。7階層、ここただ単にワンパンすれば OK です。無効貫通階層ですね。メレム無効貫通ワンパンです。はい。さあ、はいと。いきます。はい。はい、回復を告げしして。はいと、闇を告げしして。はい、OK です。さあ、これで殴っていきましょう。よしと。さあ、落ち込みがすごい乗ってますね。はい、突破していきます。続いてでございます。続いて8階層ですね。8階層、ここダブル吸収階層でダメージ吸収階層でございます。先にトト倒してください。左の敵ですね。はい、命令も打って殴っていきます。さあ、回復を告げしして。さあ、盤面が非常に悪いですね。はい、 OK です。さあ、きっと闇を告げしして、まずは左のトトだけ倒しましょう。はいと。倒したらですね、ここでイルに打ってダメージ吸収のソティス倒します。はいと。さあ、これでね、メレムループも治りました。はい、イルに打ってメレム打って殴っていきましょう。ルーレットもなくなりましたね。はい。さあ、毒を四つ消しし、三消し引いて、あと四つ消しと。はい、 OK です。さあ、殴っていきましょう。はい、はいと。はい、 OK です。突破していきます。続いてでございます。続いては9階層ですね。9階層、ここ紙薬打って、で、覚醒無効解除してメレム打って倒していきましょう。はいと。さあ、はい、紙薬打って、で、はい、メレム打って、さあ、いきます。回復四つ消しして、木の四つ消しして、闇の四つ消しして、はいと。さあ、いいですね。これで殴って突破していきましょう。よしと。はい、これで突破です。さあ、続いてでございます。はい、続いては10階層ですね。10階層、ここルーレット注意して倒していきましょう。さあ、いきます。メレーも撃ちます。はいと。さあ、殴っていきましょう。はい、闇を告げしして、はい、回復を告げしして、さあ、殴っていきます。はいと。いいですね。これで殴って、はい、まずは削っていきます。さあ、続いてですね。続いては11階層です。11階層ですね。ここイルミ撃って倒すところだったんですけども、乱入来ております。はい。さあ、通パンしていきましょう。メレも撃ちます。はいと。さあ、結構いいところでね、乱入来ましたね、今回はね。はい、回復四つ消しして、火も四つ消しして、はい、毒も組んでと。はい、 OK です。さあ、まずは一発殴っていきましょう。はい、はい、いいですね。で、超根性まで削りまして、ギャンギャン押されていきましょう。はいと。さあ、ギャンギャン打と。で、メレムも打ちましょう。はい、メレムと。では、殴っていきます。毒組んで、四つ串組んで殴っていきます。はい。はいと。はい、いいですね。さあ、四つ串で、回復も四つ串して、これで殴って突破していきましょう。よっしゃ。はい、突破でございます。さあ、続いてですね。続いては12階層でございます。12階層ですね。ここコンボ現象、指現象に注意してください。で、耐久して突破できるタイミングで突破していきましょう。はいと。さあ、いきます。メレを打ちます。はいと。さあ、いきます。はい、引くんで毒、はい、回復四つ消しして、
はい、 OK ですね。さあなるべく盤面組んであげて投げていきましょう。はい、見ての通りコンボ現象がかなりきついので、ここ頑張りましょうって回想ですね。はい、とさあいきます。メイレム打って、まあ毒消してる限りね、死にはしないですから、毒というか、あ、まあコンボですね、7コンボしてれば死なないですから、で毒組めばコンボ加算入りますから大丈夫です。はい、さあ、はい、いいですね、しっかりと組んであげて、はい、8コンボ、9コンボ、あ、いいよ、止まりました。いけるときにね、削ればいいです。はい、攻撃を受けてと。さあ、また命令を打って殴っていきましょう。はい、命令を。さあ、殴っていきましょう。はい、回復を次仕組んで、やめてと。はい。さあ、これで5、4番面終わりますね。で、これでだいぶ楽になりました。よし。さあ、まあ、5、6番面になればね、大丈夫でしょう。命令を打って殴っていきましょう。はいと。さあ、メレも打ちます。はいと、さあ殴っていきましょう。はい、闇組んで毒組んで回復組んでキー組んで闇組んで毒組んで、はい、さあしっかりとコンボ稼いでいきましょう。はい、 OK でございます。よしと、はいはいはい、しっかりと組んであげて、さあまずは超根性まで削っていきましょう。よしと、指現象食らってますけど、まあ、関係ないですね。命令も打って殴っていきましょう。13コンボ吸収です。はいと、7、6番目です。いきます。はい、命令も打ちまして。はいと。さあ、行きましょう。しっかりと、はい、最短でね、なるべく振り投げてください。はいはいはい。さあ、あと1コンボ落ち込んできました。よかったです。あ、ダメでした。13コンボ吸収でした。はい。座りました。まあいいでしょう。もう一回殴っていきましょう。はい、命令も打ちましょう。もう一回殴ります。すいません。はい。さあ、いきましょう。はい。毒組んで、回復組んで、闇の四つ消しと。はい、もうコンボ現象もなくなりましたからね。あとはもう殴るだけですね。はいと。さあ、殴って、超根性。もう一回命令も打って、突破していきましょう。はいと。さあ、9コンボ吸収は関係ないですね。はい、命令も打って10コンボして倒していきましょう。さあ、いきます。毒が全部吸われました。出ましたね、これね。はい、豆7コンボしてください。さあ、ごく稀に起きるやつがね、今来てしまいましたね。はい、こうあるんですよね、これがね、たまーにね。はい、さあ落ち込んなしですからね。さあ、盤面でしっかりと7コンボ組んであげて耐久率、はい、ごく稀にね、起きますね、これがね。はい、さあ、ではもう一回ね、メレム打って殴っていきましょう。超根性戻っちゃいましたね。はい、これはね、いいもん見れたと思ってください。はい、さあ、ってことで毒組んでね、闇と金を潰しして、これで殴っていきましょう。よしと、さあ、で超根性まで一旦削って、でもう一回メレム打って突破していきましょう。さあ、いきます。はい、メレムを打ちましょう。さあ、ということでね、これ殴って突破していきましょう。四つ消しして、回復も四つ消し、木も四つ消しです。はい、OK ですね。さあ、ではこれで突破していきましょう。はいと。はい、OK でございます。ということで、続いてですね、続いて13階層でございます。13階層ですね、ここ、紙結び打ってください。で、絆回復して突破していきます。はいと。さあ、紙結び打って、ベレも打って、はい、行きます。さあ、はい、6、4つ消し、4つ消し、4つ消しと、はい、OK ですね。これで突破していきましょう。はいと、さあ、行きます。突破していきます。はい、ということで続いてですね、続いては14階層です。14階層ね、ここルーレット注意して、一旦余った後に突破してください。はいと、さあ、これね、突破するとですね、あのルーレット残っちゃうんで、はい、さあ、ここでは突破しないようにお願いします。はい、さあ、毒と回復消してね、7コンボしましょう。さあ、はい、回復四つ消しして毒組んでと。はい、 OK でございます。よし、さあ、まあ、回復とね、あの毒で別に7コンボいくんで耐久できます。はい、さあ、突破するとね、危ないですね。あ、突破したらダメですからね。はい、さあ、危なかったですね。今ね、メレム打って殴っていきましょう。はいと、さあ、いきます。毒組んで、キー組んで、さあ、行きましょう。殴って、これで突破していきます。はいと、 OK
そうでございますね。ということで続いてです。はい、続いては15階層ですね。15階層、ここは目で向ってワンパンしていきましょう。はいと、さあ目でも打ちます。はいと、で毒組んで回復四つ消し、黄四つ消し、回復四つ消し、闇と入り組んでいきます。はい、ではこれで突破していきましょう。はい、いいですね。これでワンパンしていって続いてでございます。続いてボスです。はい、ボスですね。ここはシルク打ってで削るだけですね。はい、さあ行きましょう。ポポポポ、はい、さあシルク打ちます。よし、でメレーも打ちましょう。はい、では殴っていきましょう。ここね遅延通るんですよね。はい、さあ毒を敷いて火四つ消し、回復四つ消し、闇四つ消し、木四つ消し。はい、 OK です。さあまず一発殴っていきましょう。はい、暗闇少なくていいですね。グッと削って、はい、メレーも打ちましょう。はい、メレーもと、さあいきます。はい、毒敷いて回復四つ消し、闇四つ消し、木四つ消ししていきます。で回復四つ消しと、はい、 OK ですね。さあ殴っていきましょう。はい、ドン、よし。はい、でメレム打って飛ばして倒していきましょう。はい、ドン、よし、いきます。毒を敷いて、さあ、はい、回復四つ消し、キュン組んで、闇組んで、火組んでと、はい、 OK です。さあ、はい、 OK、 これで突破していきましょう。よしと、さあで最終形態ボスでございます。先制で覚醒無効を飛んできますので、まずはですね10連神結び打つところからでございます。はいと、さあデスファリオ、はい、覚醒無効、これ神結びで返します。で削りなんですけど、大体2パンでね超根性まで削るって感じでございます。はい、神結び打って、はい、命令も打ちましょう。まあ、基本的に神結びはね先打ちですね。さあ毒敷いて、闇組んで、回復四つ消し、木四つ消し、闇四つ消しと、はい、 OK です。さあ、はい、これで一発殴っていきましょう。で半分いくとですね闇消せないしていきますが、闇消せないはねウェイで返せますから特に問題ありません。はい、まず削ってあげて、で攻撃を受けますと。はい、とさあでミレーム打って超根性まで持っていきます。はい、ミレーム、はい、とミレームね超クライミング強いんですよね。はい、あの毒ドロップと火薬ドロップと丸いドロップしかなくて、丸いドロップは2種類ですから、はい、かなり見やすいんですよね。はい、ということで超根性まで削っていきます。はい、とよし。さあでここで闇消せないが飛んでくるんですけど、ウェイ2つでね、はい、ウェイで、あ、じゃあウェイ2つじゃないですね、ウェイでね消せない回復でいきます。はい、さあ、はい、メレーも打ちました。火4つ、はい、と OK です。さあでは殴っていきましょう。結構少なかったですね。はい、さあしっかりと場面組んであげて、はい、 OK です。さあ闇消せない解除して、はい、四つ消しして、はい、殴っていきます。よし、さあで攻撃を受けたらメレンを倒して、これでおしまいですと。はい、と、さあメレンを打ちます。よし、では毒を敷いて、回復四つ消し、闇四つ消し、キー四つ消し、はい、四つ消し、四つ消しと、はい、 OK でございます。これで倒していきましょう。はい、と、よし、はい、おしまい。ってことで、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いいたします。立ち回りタイムこんな感じになっております。はい、続いて概要解説やっていこうと思います。いつも通り、大王の前に編成紹介すると、メレムにプリトラ、10連神結びにアレキサンダー、イルミに緑オーディン、サツキにシルク、メレムにプリトラ、メレムにサイクロプスです。継承全部スキルビー1で OK で、回復プラプラが2つ、HP プラスが2つついてます。必要 HP は 495,721、必要スキル24で、バッチは HP です。リダフレ逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が9個とチーム回復3つ、褐色泥鏡と貴族性追加が必要です。
ブリトラ、こちらはスキブ2個のチーム HP が役割ですね。スキブ HP に注意して、スキブプラスチーム HP で OK で、シビーとか、ラクシュミー、パール、インドラ、ファガン、ウルバリン&マグニート、リョッコ、バレ、リズレットとかで OK です。そしてアレキサンダー、こちらスキブ2個でチーム HP と角色泥鏡と威嚇が役割ですね。スキブ HP 弱化に注意して威嚇やヘイストで OK で、バーテンダーイデアルとか風呂敷、目の開け、水着陽気比、正月ルティナ、雪音、メイアス、メイリスとかバーテンダーワルリンとかで OK でございます。続いてオーディンですね。こちらスキブとチーム HP と2ターンヘイストが役割です。 HP 注意してスキブプラスヘイストで OK で、アイアンマンとかメビウス、ドフラミンゴ、学園イナ、アメリカ&アイアンマン、マーベル&マーベルとかで OK です。そしてシルクですね。こちらチーム HP と 7C と貴族性追加、威嚇が役割ですね。 HP 火力注意して威嚇で OK で、バッカスとかゼノ&シルバー、正月ルティナ、鏡音レンとか天元とかで OK でございます。そしてサイクロップスです。こちらスキブとチーム回復と暗闇が役割ですね。回復暗闇に注意してスキブプラスチーム回復で OK で、天聖ゼウスギガとか学園バレリア、ラスバレリア、バレディーナ、梅マロ、キバレアキネとかで OK でございます。そして本体代用のための役割ですね。10連神結び、こちらスキブ2で回復枠で消せない覚醒無効回復が役割ですね。スキブ回復力注意して消せない覚醒無効回復で OK で、バレメアリスとかベリアル、マチ、エイル、ディア、エルディアブロ、闇バレアリナとかで OK です。そしてイルミですね。こちらスキブ4で火力枠でダブル吸収が役割です。スキブ火力注意してダブル吸収で OK で、クローデクとかモントゥトゥユピー、ラスロシエ、なんとか太郎とかゼノ&シルバー、ハロミンネルとかで OK です。そしてサツキですね。こちらスキブ2でウェイで火力枠です。スキブと闇消せない注意して火力枠で OK で、グレーシスとかバーテンダーとかラスロシエ、ダキ、クロデク、アマージュ、ゴーテン、ドラゴン将軍、超弦とかでも OK でございます。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。